続きまして風間監督より挨拶をいただきます。お願いいたします。こんにちは。こんにちは、風間です。これだけ多くの方々が本来ね楽しみに来る催し物というのはなかなか、僕ヨーロッパにもかなりいましたけどなかなかないと思います。普段はここで我々は真剣に技術を磨いて、そしてそれを等々力競技場で披露するという本当に真剣勝負の場所ですけども、それと同時にやはりこの皆様の和みの場でもなければいけないところだと思ってます。そういう意味では本当に素晴らしい催し物、そして素晴らしい皆さんのご参加、これには本当に感謝します。そして我々は当然ですけども勝つために全てを力を尽くしていく、そしてそれを皆さんが楽しんで我々を応援していただくという、こういう構図をしっかり作っていきたいと思います。今日は本当に短い時間でしょうけども一日楽しんで、そして、我々の真剣勝負の毎日の練習にも、時間があれば足を運んで見に来てください。そして我々は常に、一番上、一勝一勝ですけども全力で勝つために努力していきます。ぜひこのまま我々を、しっかり支えていただきたいというふうに思います。本当に今日は楽しんでください。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして選手より挨拶をいただきます。はじめに田中純一選手お願い。純一選お願いいたします。フォワードの28番田中純一です。3番じゃないです。この頃、ヤクルトにストローを刺して飲むのにハマってる田中純一です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして福森明人選手お願いいたします。こんにちは。こんにちは。最近は寒くなってきてるので、風邪をひかないように今日は思いっきり楽しんでてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。最後に安藤俊介選手お願いいたします。皆さんこんにちは。今日は寒い中お越しいただいて感謝してます。ありがとうございます。今日半日という短い時間ですが、存分に楽しんで帰ってもらいたいと思うので、そのために僕たち選手も参加してると思います。サービスたくさんするんで、特にパウロはやってくれると思うので、はい、気軽に声をかけてください。一日よろしくお願いします。ありがとうございました。以上をもちまして、朝を制限祭り開会式を終了させていただきます。皆様ありがとうございました。ここでこの後のプログラムを紹介いたします。